晴らしい、素晴らしいほど虚しい力だ。力は溢れてくるのに。なんでこんなにも満たされない。なに？あれ？ここまでおとなしい存在、気配、オーラは初めてだ。オーラは、一長なんて簡単に超えてる。いや、中長を超えたあたりで私の感覚では認知できない。関わらなければよかった。昼もさっきまでも1億程度で、私でもどうにかなると思ってたから油断してた。殺される？こんなの、どうしようもないよ。ああ、満たされない、虚無だ。ずっと体全体が飢えて仕方がない。ああ、乾く、なんでこんなにも満たされないんだ。待って、あいつ苦しんでない。もしかしてまだ馴染めていない力を使ってるから副作用も激しいんじゃ。なら今のうちに効果さんのところまで逃げた方が。ダメだ。恐怖で足が、動かない。体が薄く。最悪。でも足も出ない。こんなことなら、こんなことなら。もうダメね、こっちに猛スピードで走ってきてる。多分私の死体は無残なものになるわね。危なかった、もう少しで一般人を巻き込むところだったよ。放火から言われてるからね、一般人は誰一人傷つけさせないって。とりあえずとっさの車両にいた一般人と一緒に次元支配の空間に逃げたけど、今かなりまずいよね。今電車には結果がいると思うけど、正直あの男、私たちクラスで見てもおかしいレベルでものすごい破壊力を持ってる。今の結果では絶対に勝てない、放火なら無順でうまく戦うかもだけど、まず一般人がいる仲間ともに戦えるとも思えない。とりあえず電車に戻らないと。車両に誰もいない？放火が避難させたのかな？確かにこんな山の中で夜を迎えるのは危険だし、こんな夏場だからね、熱中症とかも考えると歩いて最寄りの駅に避難する方がいいか。結婚、それにここだけやけに争った後、ここで誰かが戦った。この先に大人数の気配がある、きっと最寄りの駅に向かってるんだ、でもおかしい、放火の気配がない。どうなってる？あとは、何？このおとなしい気配は、こいつのせいで、他の気配が一切感知できない。結果の気配もなかったし、もしかすると放火と結果、どっちかがこいつと対峙してるかもしれない。こんな強い気配、一人で大丈夫か、でも一般人の方も気配がないんだよ。役割を考えるならこっちに行った方が。信じるよ、私は。放火さん、あの人たちは大丈夫なのでしょうか。ええ、狙いがあなたなら私たちは逆にあの人たちから離れた方がいいわ。それに一般人がいない方が私も守りやすい。電車の中で感じた、キリアの強い気配から、一気にドス黒いおぞましい気配に変わるの。あの場所にいたら一般人全員が殺される可能性が高すぎた。カナちゃんも消息不明、月下ちゃんも消息不明、でももし、二人が頑張ってくれてるなら私は。こうやって気配を完璧に消して、カナデさんを守るしかないの。大丈夫、大勢を守るより、一人を守る方がまだ余裕があるわ。そう、ほとんど山だからな。監視カメラとかないから追えない。気配を探る術を持ってないからな。もう天の井村に先回りしてシルロッテと合流しておくか。車や機械を使ってくれればハッキングできたのにな。それも機械がないから見つけることが困難だけどな。くそ。私、生きてる、死んでる、どうなったの。いや、あの展開で助かる術なんてない。死んだわね、間違いなく。そもそもずるいわよ。あんなパワーアップ、あんなの吸気紳士勢揃いでも勝てる気しないわ。起きてー。はぁ、今度生まれ変わるなら戦闘とは無縁な。起きてください、月下様。生きてる、生きてますよ、起きてください。あまり時間がありませんから。え、なんでいるの？月下様の浸水霊の中に入ってました。え、そうなの？本当はどんなことがあっても顔を出す気はなかったのだけどね。せっかく主様からオーラを提供してもらっているのにもう戻るのか。お役目は終えましたし。はぁ、神、最高責任者たるもの言われたことだけやってるようではダメだぞ。どうせ暇なのだから月下にでもついて行ってやれよ。私、あまり手を出すのは好きではないのですが、成長の妨げになりますし、私頼りにされても困りますし。なら補助でいいだろ、無駄にオーラを消費するな。たく、捨てされてるわね。めんどくさい。それでとりあえず黙って月下様の浸水霊の中に潜って潜んでいたのですが、さすがに命が危ないと思って。
あえず私は少しの時間稼ぎをしただけです。すぐに戦闘準備を。え、神は戦ってくれないの？戦いません。そもそも主様の命令は月下様に指導しろなので、それ以外で大きく動くのは規約違反として力が無力化されます。そうなんだ。じゃあ今から急いで放火さんのところに行って合流しないとね。戦わないのですか？無理よ。吸気紳士がいるならまだしも、私だけだと何もできない。ある程度なら戦える。だけど今の私は指揮も使えない。今持ってる能力なんて全部半端にしか使えない。実戦用で考えてなかったから。それであんな化け物相手になんて戦えない。だから助けてもらうしかないじゃない。弱虫ですね。いえ、賢いがゆえに逃げるという選択を躊躇なく選べるのでしょうかね。今の主様なら敗北がわかる戦いでも挑みますよ。それに先ほどの月下様のように私に全部任せようなんて絶対にしません。共に戦い、私たちより弱いと自信で分かっていても前に立ち一緒に戦ってくれるのが主様です。月下様、あなたの欠点は気持ちが弱いことです。どんな困難にも立ち向かえる、どんなに不利な状況でも前を向ける、そんな強い気持ちがない。だから大事な時に何もできなくなるんです。そんなこと言ったって。月下様、私は戦えません。ですが教えることは可能です。月下様が前を向き、目の前の困難に立ち向かうのならば、私がその困難への立ち向かい方を教えましょう。しん。ですが、まずは月下様がその気にならなければいけません。どうでしょうか。私は。来ましたね。早く選ばないと今度こそ死にますよ。私は先ほどはとっさに出ましたが、次は助けません。言ってます。勝てるわけ。勝てるわけ。いや、勝つだけが勝負じゃない。叶わなくてもいい。私にとって最善の結果さえ出せればそれで。ニコラニコラニコラブラカタブラブラバババババババ。答えは出ましたか？勝つために戦わない。この場で最善の結果を出すために戦う。勝つとは言い切らないんですね。勇敢と無謀は違うわ。身の程をわきまえてるだけ。だけど止まってる暇はないの。私自身が成長しないと今度は本当に夢が消えるのだから。それに考えたわ。こんな困難になった時、私が立ち上がらなくてどうやってパトの隣に立つっていうのよ。うん、その息です。その前向きな気持ちが理想の結果に導いてくれるのです。前を向いて、敵が見えたら1分間だけ月下様の体をお借りします。ちゃんと意識を共有しますので、しっかり学んでください。学ぶ。はい、今日教えた戦い方、目の使い方、オーラ、全部月下様の持つ力だけで戦いますから、自身の可能性をこの1分で感じ取り、私の技術をものにしてください。このソピラノスアイスは学ぶことに特化したね。得た情報を全て自分のものにして、相手との差を埋める、気圧と理解力を求められる力ですよ。新水霊。どこ狙ってる？しっかり狙いなさい狂人。超電解って見るなぁ。でオーラ触れ気分、大したダメージは入ってないわね。でもいいわ、多少ダメージが入るならどうにでもなるから。どうしました、ご主人？わかりますか、メリアよ。また空気ですよ。そうですね。カナと月下ちゃん頑張ってほしいですね。このエピソードで俺がしたことってさ、無線中に寝る、みんなと話す、奏でにセクハラされる、以上。これが主人公のやることか。もっとお話の中心にいてさ、大活躍をだな。そもそも、大会始まっていろんな人にスポット当たりすぎて俺の空気感えぐいのよ。エピソード4なんて俺の活躍後に石化とメリアに持ってかれて結局薄くなったし、ねえ。まあまあ、きっとご主人がメインで活躍する時がやってきますよ。多分。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。